QF3.7 インチ降射砲は第二次世界大戦におけるイギリスの主力降射砲である。本砲は終戦後も1950年代に死体空ミサイルに置き換えられるまで用いられた。第二次世界大戦以前多くの国々は各々の防空システムの改良にそれほど関心を払っていなかった。広範囲に及ぶ下級機の導入による1930年代初期の 航空機の飛躍的な進歩と作戦高度の著しい上昇は新型の航空機に対して降車法が限られた有効性しか持たないということを示していた。さらに心配なことに航空機の速度の大幅な向上によって発見可能な時間が短くなることとそれにより降戦が難しくなると思われたことである。これらの事態を受けてイギリスでは自身の空軍爆撃機部隊を 敵の防御に妨げられることのない抑止力だと考え、彼らにほとんど完全な信頼を置くこととなった。このような傾向に変化が見られたのは1930年代半ばになってからである。レーダーの導入による探知時間と補足能力の向上は航空機に対する防御が再び有効であるということを示唆するものであった。 スーパーマリンスピットファイアのような新設計の戦闘機は真の防空体制を築くために爆撃機より優先して工場のラインに並べられた。だが、新型の降車兵器に対する考えは乏しく、新型の航空機が活動する高度に到達できる射程を備えていない第一次世界大戦時の QF3 インチ 20CWT 降車砲が未だ残されている状況であった。 3万フィートで活動する航空機に対処できうる新型降車砲が要求され、これが本砲の開発のきっかけとなった。開発は急ピッチで進められ、1937年初頭には製造された法が配備についた。1938年1月1日の時点で、イギリス軍防空部隊は、合計50ミリメートル以上の降車砲をわずかに180門しか有しておらず、 そのほとんどは旧式の参院地公社法であった。この数字は、ミュンヘン会談が行われた同年9月には341問まで増えることとなり、第二次世界大戦の戦線布告が行われた1939年9月には540問となった。そして、バトル・オブ・ブリテンの最中にこの数字は1140問に達した。本法をもとに誕生した。 いくつかの派生型の製造も継続され、最終型であるマーク6は1959年まで配備されていた。固定式砲が、および配置についた時に安定させるよう十字型の砲足を、有する移動式砲がが使用された。移動させる際には足を折りたたみ、一体の砲車を下ろして、AEC またドール牽引車につないだ。 3.7インチ砲は緊急時の限られた例を除いては対戦車砲として用いられることはほとんどなかった。これはドイツが1940年以降本砲と類似した砲である88個と8 8トル降車砲を対戦車防御兵器と一体視していたのとは対照的である。またアメリカでも1942年以降に M2、m 3 9 0トル降車砲を その能力を評価して対戦車任務につけていた。主な理由としては3.7インチ砲の軌道砲側は88の倍の重量があったことが挙げられる。本砲の再配置には時間がかかり、また重量のある AEC またドール牽引車も通常は表面が硬い地形でのみ牽引に用いられていた。さらに3.7インチ砲を装備した銃。 後者砲連隊は軍団もしくは軍司令部の指揮官に、あり、対戦者任務を迫られる師団レベルの指揮官に、これらの部隊を、指揮は委ねられなかった。また当初の使用要求にはなかった、転引状態での水平射撃は、中隊及びまた座用のギアを傷つけた。本砲は、トータスへ、突撃戦車の手法である、オードナンス QF32 ポンド砲の原型となった。 しかしこの戦車が配備されることはなかった。本法を牽引する AEC マタドール牽引車。マーク、I オリジナルの形式であり、油圧式の中大機と空気圧式の副座機からなる発達型反動システムが特徴である。また機は反動の吸収と発射位置への復帰の双方に用いられる。戦場において空気圧システムは少々空気漏れを起こしてしまうために、 しばしば空気圧シリンダーを上げる必要があった。マーク2マーク I とは、方針と方美の作りが異なるだけである。製造は、ビッカース・アームストロング社で1943年まで行われ、それ以降はカナダがマーク IIC として製造を引き継いだ。マーク 3MK3 は、マーク I の方美とマーク2の方針を組み合わせたものである。 マーク、いいや、マーク、いいやは、MK3E と似た形式であるが、補え機類はすべて変更されて、初期の形式からは大きな進歩を遂げた。特筆すべきは、自動進行設定装置と自動装填装置の導入である。これらは共に発射速度の向上と、人力装填及び進行設定に起因する不可避の。 変化を排除をもたらし、照準算定器をより有効に活用できる安定した射撃をもたらした。マーク43.7インチ砲の開発における試作型であり、3.7インチ砲の弾薬砲に代わって、海軍の QF4.5 インチマーク V 艦砲サイズの弾薬砲を使用するためにライナーを使用するものである。しかし MK6 の前に採用されることはなかった。 マーク、V マーク、砲と同様の形式であり、同じく採用されることはなかった。マーク、6海軍の QF5.25 インチ艦砲の、砲型砲身長を伸ばした、新型 94mm 砲身を組み合わせると、いうのが開発の端緒であり、ウーリッチの海軍交渉で、プロバート大佐が、砲身のライフリングを開発した。ライフリングの深さは、初めから、 方向の手前後後継の部分にかけて検証する。これにより、砲弾団体の動きを滑らかにし、より航空力学に適した状態にすることで弾道を改善させる。本砲の最大射光は15,240メートルに達した。本砲は4.5インチ砲の砲射に乗せられるが、経済的な観点から本砲は、検引式としては重すぎるためにマーク、6は、 固定式の砲座にのみ配備された。配備期間は1944年から1959年までであった。本砲用のナンバー1マーク3照準三定期。日本は太平洋戦争初期南方戦線で英軍から3.7インチ高射砲を露覚した。露覚された3.7インチ砲は第一陸軍技術研究所で調査され昭和17年12月に 本法の説明書が完成した。本法は、欧州3.7インチ高射法の名で使用された。ありがとうございます。